え、笑顔です。ちょっと恥ずかしいですね。あ、そうですか、はい、隠した、はい。いい笑顔が見えてますよ。はい。新井新監督も未来の4番候補として期待を寄せる18歳。鈴木誠也2世を目標に厳しい練習も笑顔で乗り切ります。野球を楽しんでると、まあ、必然的に笑顔出ると思うんで、まあ、野球は楽しいんだぞっていうところを見てもらえたらいいなと思います。もちろん苦しい時もあるとは思うんですけども、はい、どういった時に楽しんで笑顔でやろうと思うんですか。苦しいことも楽しんでいければ、まあ、あの成長することにつながるんだろうなって思っているので、笑顔っていうのは大切にします。笑顔を大切にする内田選手、入寮の時に持ち込んだのは周りを笑顔にさせるものでした。これは高校の時にあのお母さんが買ってきてくれたぬいぐるみです。で、あのちょっと何か分かんないですけど多分カワウソです、はい、多分カワウソと思います。長野県にある内田選手の自宅、この練習場を作り上げたのは父誠二さんです。大学時代に交通事故に遭い車椅子で生活をしています。キャッチボールとかしてあげられないんで、なんとかバッティング練習はしたいときにできるかなって、楽しんでやっていたんで、見ていても楽しかったですね。お父さんは計画的に自分の中で計画を立てて進んでいくんですけど、はいはい、お父さん以外は全く知らされずに、はい、バッティングマシンが届いたとか、なんでネットが張り巡らされたけどみたいな、もう本当に驚かされることでいっぱいでした。家族で後押ししたプロ野球選手の夢、母からもらったぬいぐるみには特別な思いも込められていました。辛い時期にお母さんがこう買ってきてくれたんで、まあ、その助けられたっていう意味も込めてちょっと持ってきました。高校時代、頑張ってもやっぱ結果が残せなくて、チームにも迷惑をかけてた時期だったんで、まあ、大変で一人に なりがちだったんで、そういう時にまあ持ってきてくれたんでありがたかったです。広島でプロ野球選手としてのスタートを切った内田選手、どんな時も笑顔を絶やさず家族の思いを胸に、マツダスタジアムを沸かせてくれる日が楽しみです。自分の最終的な目標は打者5冠なんですけど、まあ、今年1年目はまあ体を作ってしっかりとやっていくことと、まあ、1軍にまあ1試合でも出れるというところをまず目標にして頑張っていきたいなと思います。